この動画は、スマホ、VR 機器の向きに合わせて、映像が360度回転します。ゆっくり見ていってね。皆さんどうもこんにちは、ゆっくり実況の、ルキミンです。ロボアネキです。まずはこちらの動画をご覧ください。ということで、今回は自分で作ったゲーム、しょぼんのルキミン、しょぼみと雪のティアラを、VR ゆっくり実況形式で紹介していこうと思うぜ。視聴難易度が異常に高い。それでは、行くぞ。いざ、決戦のバトルフィールドへ。2022年新作鬼畜ゲーム、しょぼんのルキミンデラックス、しょぼみと雪のティアラツアーにようこそ。なんか始まった。ゲームが 3D になったので紹介動画も 3DVR 形式にしてみました。なるほどなぁ。そういうわけで今回はしょぼみトレインに乗りながら、制作したゲームの推しポイントや見どころを紹介していくぜ。お願いします。まず今作はタイトルにデラックスがついたぜ。ほんとだ。でもどの辺がデラックスなんですか？ちらっと話したが、ゲーム画面に奥行きが出て、マップが 3D になった。まあ自由に進める方向は今まで通り左右上下の、いわゆる 2.5D 仕様だけどな。Unity ってすごいですね。特に今回は 3D になったことを活かして、今までできなかったギミックを考えて盛り込んでみたぜ。ほう。例えばこんな風に画面奥から手前に飛び出してくるようなギミックだったり、3D と 2D の切り替えを活用して道を作って進むギミックもあるぜ。切り替えギミックを作るのに苦戦したのはここだけの内緒ですね。ちなみにこの 2D と 3D の切り替えシステムのことを、オープン、ユア、ワールドシステム、と名付けました。ぜひ楽しんで切り替えしてみてくれ。もうちょっといい名称はなかったんですかね。しょぼーん。今作はしょぼんのルキミンシリーズの4作目にあたるが、どこからでも遊べるように、あえてナンバリングはつけていません。そう、しょぼんのルキミンシリーズはストーリーのつながりも特にないので、どのタイトルから遊んでも大丈夫なのです。そうなんですね。ただし世間ではナンバリングタイトルじゃないから外伝作品だと思っていても、サブタイトルが、チェーンオブメモリーズ、とかだったら実は正統続編だったりするので注意が必要だ。なんのこっちゃ。しょぼんのルキミンシリーズを遊んでいただける方は、見た目の雰囲気で好きなタイトルを選んでほしい。ドントシンク、イーイル。特に今作、しょぼみと雪のティアラは、鬼畜ゲーム初心者の方にも楽しんでもらえるように、ゲームボリュームや難易度も調整したので、シリーズ初めての方におすすめです。ほんとかな？これはシリーズが進むにつれて徐々に盛り込んでいることなんだが、プレイスタイルによって色々な方法でギミックを攻略できるように、ギミックによっては先に進むための解放を複数用意しているものもあるんだぜ。同じギミックでもいろんな攻略方法があるってことですね。そういう点でも今作は、鬼畜ゲームを初めてプレイする方でも、先に進むための攻略法が比較的見つけやすいんじゃないかな、と思うぜ。なるほど。そしてなんといってもしょぼんのルキミンシリーズの一押しポイントは、今ゲーム実況をしている方、これからゲーム実況を始めてみようと思っている方にぜひおすすめしたいゲームという点だ。どの辺が実況配信向けなんでしたっけ？ゲーム実況、配信向けの理由は主にこんな感じだ。その1、版権素材を使用していない。使用されているイラストや BGM は私が作ったものか、フリーで使用を許可されているものか、作者さんに許可をもらったものしか使用していないので安心して動画配信が可能です。その2、ゲームシステムが単純。基本操作は移動とジャンプのみで右に進んでいくというシンプルなゲームシステム。途中から配信に参加された視聴者さんも何をやっているかわかりやすい。攻略方法を実況者と視聴者さんでコミュニケーションを取りながら考えて進むのもきっと楽しいです。ほうほう、その3、リアクションが取りやすい。予想外のトラップにかかったり、進めなかったところが進めたりした時に直感的なリアクションが取りやすいです。その4、広告なしで無料で遊べる。広告シーンを編集する必要もなく、さらに無料で最後まで遊べるのでめちゃんこリーズナブルです。その5、気軽に遊べるボリューム感と難易度。
慣れれば10分ぐらいのお手軽ボリューム感なので、単発の配信枠でも、ゲームが完結できます。多分かー。詳しくは公式ウェブページにも記載しているので、ぜひチェックしてもらえると嬉しいぜ。という感じでゲーム実況配信向けの要素がバッチリだ。実況を見るのがメインの方は、自分の好きな実況者さんに遊んでほしいタイトルとしておすすめ、提案をしていただけたら嬉しいです。今作は特に色々な方法で攻略できるように、ギミックの解放をいくつか用意しているので、実況者さんごとに攻略方法にも個性が出ると思っているぜ。ぜひ実況者さんごとの攻略の違いも楽しんでもらえたら嬉しいです。消防。ということでゲームの一押しポイントをざっくりと説明したが、ここからは、新作しょぼみと雪のティアラの冒険の舞台について紹介していくぜ。お願いします。今作も主人公は、この、猫ライクなキャラクター、しょぼみだ。猫じゃない可能性もあるんだ。今回は極寒の地なのでアイスクライマーみたいな防寒の帽子をかぶってもらいました。下の服は着なくてよかったんですかね。そしてなんと、ムキムキマッチョしょぼみも登場します。さすがにこれは猫じゃないかもしれない。今回の冒険の舞台は、寒い、雪の国だ。この国のどこかに隠されているという伝説のお宝。サブタイトルにもある、雪のティアラを手に入れるのが今回の目的だぜ。しょぼみをうまくサポートして、凍えるほど冷たい氷河や、ツルツル滑る氷の道を乗り越え、無事に伝説のお宝、雪のティアラを手に入れよう。ついでに冒険の道中には、他にもきらめく宝が隠されているぜ。雪のティアラにたどり着くための力になってくれるはずなので、ぜひ宝箱を探してみてほしい。承知しました。今回のステージは、ゲームの進行に応じて、背景が3段階に変化します。はじめはまさに鬼畜芸日和の晴天マップ。日和とかあるんだ。ステージ中盤になると、ちょっぴりおセンチな気分になる夕方マップに変化します。夕暮れに関係なく中盤まで進む頃にはすでにメンタル的にだいぶおセンチなのでは？そして最後は星が瞬く夜マップへと変化していきます。その他にも今回はしょぼみとそり遊びができたり、巨大なお猿とも一緒に遊ぶことができます。死闘の間違いじゃないですかね。ということで今作は 3D になったことや、過去作の経験を踏まえて、前作以上に豊富な種類のトラップを考えてみました。さらにどこかで見たことのある懐かしのステージもパワーアップして登場するかも。嫌な予感しかしない。そして鬼畜なゲームですが、頑張って作ったので、ぜひ遊んでみてもらえたら嬉しいぜ。ダウンロードの他に、手軽に遊べる方法はありますか？今回も前作に引き続き、ダウンロード版とは別にブラウザ上で遊べるゲームアツマール版も用意しました。なので、ちょっと触ってみたい、という方は、ぜひゲームアツマールでお試しプレイをしてみてもらえたら嬉しいぜ。はーい。ちなみにこのゲームには、他にも隠されたギミックがあってだな。12月20日から12月30日の期間のクリスマスシーズンになると、なんとクリスマス仕様になります。なぜそんなことを？しかし、ゲームが完成したのが3月なので、本当にクリスマスシーズンにクリスマス仕様になるかは私もわからない。もはや誰もわからないじゃないですか。私もギミックを入れたことを忘れそうなので、ぜひ覚えていたら教えてください。なんてこったい。最後に、今後のシリーズの計画についてですが、前作しょぼみと海賊の秘宝の舞台は、夏。しょぼみと雪のティアラは、冬、と作ったので、次回は春をモチーフにしたゲームを作りたいと思っているぜ。春の間に完成させたら、私、結婚するんだ。保険でフラグを立てておかないでください。ということで、しょぼんのルキミン、しょぼみと雪のティアラのゲーム紹介でした。今回コメント欄には、ゲームを頑張って作るのにかかった時間を書いておきました。よかったら動画や、ゲームのコメントもいただけたらすごく嬉しいです。ここまでご視聴ありがとうございました。そういうわけで、次回作も頑張って作っていくので、よかったら応援よろしくお願いいたします。ゆっくり実況の、ルキミンでした。またねー。